痛くなる。これ痛い。これもうそうじゃない。やばいな。何これ。これ裏島に近い。お前絶対無理やろ。やばいやつやん、俺。これ下手くそやな。じちょっと自練習してこいよ。いやこれは、もう無理っすわ。もうなんか木いっぱい倒れてんねんけど、表情にしとったらこれだじゃん。なんかいな、なんとかトレイル、楽なんトレイル、楽ちゃうわこらーってやつやな。楽ちゃうどこら、いが楽なんトレイルやね、楽ちゃうよね、しんどいわ。道崩れて死の、誰か突っ込んでくれや、楽なんトレイル、ちょうええとか言って。マキジかっこいいな。かっこいいかっこいいかっこいい。あいついいね、かっこいいよ。こう。ここの方には下界が見えるの。下界。って言っても、ここなんか標高200メートルぐらいらしいけどな。大したことないやんって感じ。大きい丸太あるわ。丸太。では。でもあるとこっちにでか杉倒れてますよ。杉さんも倒れましたよ。こっから来てん、わけわからんやろ、わけわからん。めっちゃ倒れてんのこれ。もうバンバン倒れてる。倒れろ倒れろって。ほら、何 ?1,2,3,4,5 本倒れんの、これだけで。あの倒れがけのやつも入れたら6本やん。その奥にももう1本で、1,2,3,4,5,6 それ6本倒れてる。6本もう向こうにももう1本あるわ。7本倒れてる。水湧いてんの、これ何のビデオやねん。自転車走るビデオちゃうんですか。ちゃいますとか。これも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 、あこれもっていっぱい倒れてるわ。すごいな、損失なんぼやねん。微妙にサザンカとか生えとんねん。一本だけピーって。これ倒れてから生えたのかな。これだけ倒れ、でかけりゃいってもちゃうってこと。これなんか白いし綺麗。こんなとこに白いしやね。あっちから来ました。なんか来たくなるような道やろ、こんなん。ええ感じやん。MTV でこれやろうと思う。MTV じゃなくてもこれます。ノーマルタイヤですよ。何もせんでもこれんねんて。根性と気合や、根性と気合。見てみ、めっちゃノーマルやん。 CST やよ。つま安い。一本チューブ入れても一本3000円ぐらいで。そんなせえへんちゃうかな。朝日で一回全部交換してもらった時7000円ぐらいだったの。安ーって。
パンク1回だけした。パンほとんどパンクせえへんな。まあパンクした時もアホな乗り方したからしただけだって、普通に乗っててこことか走ってたのまずないわ。硬いですよ。でもグリップせえへん。ドロドロやん、ドロドロ。喜んで、もうフラッペっていうかもうギア腐ってんだよ。ギア腐ってんだよ。ギアちゃうわ、クランクか。クランクもうここぶつけまくれ、もう塗装あらへん。ボロ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 です。お前ええおもちゃやって感じ。リラックマ、リラックマのカバーしてへんかったな。飛んでいくねん、水筒衝撃で。まあな、これ空やったらぶつかるからあんまりええことないんやけどな。まあめんどくさい、帰んのめんどくさいからそのままにしてる。十分っていうか、ぶつけへんから大丈夫。ぶつけへん、ぶつかるようなとこ来とってぶつけへんかった。何回かぶつかって壊れたけど、そうなん、帰ったらいいやん。また疲れた、以上ですわ。しんど、休憩休憩。何これ、スローバー、なんかよくわからん、ボルボンのやつ。なんかちょっと、いやカチッとな。バッテリー45しかない、どんだけバッテリー変にやな。やまーなったらサドル下げていかなきゃいけない。めんどくさいっすよ。すいませんし。どこ走ってこう。うわ、うわ、うわ。どこだ。うん。どう楽しい。楽しい。できるやんかね。多分どこでは分からへんな。登ってくるだけ枝に引っかかって登りきる。あんまりこれ効かへんな。止まれるの気持ちいいな。なんかおるわと思ったら枝やった。なんかよ、なんかあかんのけ、地力にしちゃって、あかんねんって、わかります。いや、何が楽しいな、大盛りやんけ。フローが多いのわかる。
ってマウンド台前行ってもなんか思んないのんびりサイクリングゆっくりしんどいわ。サイクリングブー沖縄が MTV の集団まあおったな。あ、そうやここはな、登るわ。しんどいっすわ。電池結構いったい。最初これ見せないな。綺麗は増えた。ああ、みなじめさん。さあ、なんか、暗がると多いです。コメントあったら、電動やったら楽だと思ってたんです。幻想やったんですね。幻想は正解やけど、普通の自転車に比べたらこれははるかに楽やわ。こんな坂、砂利道の坂なら登ってられへんせれないっていうか言うてないけどな、パワー入るとかにしてるから死んでるわ。たどいてハイやったらすぐケツ流れるから、すべてのんびりこいられ。このんびり走るのはいいバイクなさいな。しんどいない、深い。のんびり走るわ。俺に尽きるわ。俺使い方おかしい。ハイキーネス、使えな。今日は使ってないで。ゆっくり70から80ぐらい早くてもな、脳もめっちゃ弱いんじゃん。だからもう経験数気にしてない。もう40ぐらい、40でも十分の折れる。エコモードでせこって、まあ、帰りのこと考えたらちょっと残しそうだ。風やったらあかんやろ。今ないけどな、向かい風とかやっぱりあったらええよ。アシスト純粋なスポーツの専門やったら電動とかいらんかもなるけど、だけどこう山に来たいとかな、そういう自転車はあくまでも手段の人はいいバイクいいと思う。何が何でも自転車が好きで、自転車が楽しいって人は普通のやつ買えばいいと思う。 E バイクはやっぱり気軽に山に行ったりとか、車に積んでな行ったりとか、俺積まへんけど、もうタイヤ外して組み立てるのめんどくさい。あ、さっきのやつもむせたわ。うまい、これ片原への国よりだそうです。
こっち行ったら流れてる。通る人が通るから、とりあえず道やったら、こんな感じで。